はい、はい、今日は、児童館の方にワークショップしに来ています。今日はね、アシスタントに翔太に来てもらってます。よろしくお願いします。はい、今日はこのいつもワークショップをやってるんですけど、ね、ワークショップの冒頭に、ここにある、ね、楽器を使って、2人で即興で、パフォーマンスをしてるんですけども、まあ、基本的な決め事は大きな決め事はあるんですが、まあ、中身というかね、こうやってる間はもう本当即興で、はい、どうなるかわからない形でハラハラドキドキで、いつもこの即興でパフォーマンスをしてるんですけれども、今日は、まあ、ワークショップなんですけど、まずはこの冒頭の、2人の即興を皆さんに見ていただけたらなと思います。さあ、どうなるのか、どうなることやら楽しみですね。楽しみですね。うまくいくのか、いかないのか、うまくいくのかいかないのか、やけどをすることも多々ありますが、今回はどうなるのかわかりませんけれども、楽しみください。楽しみください。はい、じゃあ早速始めたいと思います。普段この今日持ってきているいっぱいパーカッションじゃなくてね、パーカッションでいろんなことで演奏しています。斉藤です。よろしくお願いします。はい、今日はアシスタントでもう一人、高橋翔太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ演奏してみたいと思います、Thank you.
ってね、息が上がってるから。はい、今ね、ここでパフォーマンスしてみました。なんか見たことあるか。はい、今ワークショップが終わったところで、パフォーマンス、はい、どうでしたか。あ、まあ反省点はたくさんありますが、まあ、初動画ということで、初動画ということで、そう、今日ね、まあ、翔太には動画撮るようなんて言ってなかったんだけど、たまたま今日タブラを持ってきててね、はい、じゃあせっかく持ってきたんだら、パフォーマンスに組み込もうかなんてね、はい、まあ、初かな、初です、ね、初です、パフォーマンスの中に組み込んだのはね、じゃあ、そういうのも含めて、まあ、楽しんでいただければ嬉しいなと思います。また何かあったら、動画を撮りたいと思いますので、お楽しみに。